Let's take a look at 10 different industries in Asahikawa. Asahikawa の10の産業を見てみよう。朝10。Hi! 将来どんな仕事をしたい？クリスティンが Asahikawa の10の産業を紹介するよ。朝10!Here we go! 一般社団法人大雪ハムイミンター DMO の専務理事をしている林と言います、はい、よろしくお願いします。観光によってこう地域づくりを進めていく、そういう会社ですよね。で、観光といってもすごく広いので、旅行会社さんなんかもそうですし、ホテルだとか、飲食店もそうだよね。交通関係、こういった方々と、一緒になってたくさんのお客さんに来てもらうと、まとめ役みたいな、そんな会社です。そうなんですね、素晴らしい。地元の人はなかなか気づかないかもしれないけど、周りには自然がたくさん、大雪山国立公園っていう、国内でも最大規模の国立公園があって、自然の中でいろんな楽しみ方ができる、本州の川とはまた違った北海道ならではの川があって、そこで楽しむアクティビティっていうのは、やっぱここに来ないとなかなか味わえない。そういったところでは、この自然と旭川の街の魅力も十分使いながら、お客さんに来てほしいと、そういう商品作りを、まさにやっていますというところですよね。あとスポーツだったりアクティビティは至る所にある。それを、売りにしていくっていうのは、僕らの一つのこれからの役割かなと思っています。なるほど、素敵ですね。もちろん今はそのインバウンドと言われる外国人の方にたくさん来てもらうっていうことを中心にやってましたし、これからもやっていきます。スノーリゾートっていう考え方で、ちょっとウィンターシーズンに力入れてる、ニセコとかとは違うスキー場が、県域の中にたくさんありますよ。都市型スノーリゾートっていう考え方で、お客さんを呼んでこようとしてる。へえ、知りませんでした。農家さんとね、一緒になって観光商品作るっていうこともあるし、健康ってすごくやっぱりみんな大事にするじゃないですか。だからそういった医療系の産業の方々とも連携しながら、この商品だったりサービスだったり、そんなことも考えてますし、異文化体験っていうのもそういう立派な要素の一つなんですよね。例えば美術館博物館に回ってもいいし、史跡だったりっていうのを学んで歩いてもいいし、文学だったりなんだりたくさんあると思うんですね。でそういった文化資源がこのエリアにはちっちゃい田舎町よりもたくさんある。自然もあればそういう文化資産もある。なるほど、よくわかりました。何でも吸収できるような人がいいかなと。ここのエリアはこういう考え方で人を呼びたいんだっていう、そういうことをちゃんと考えていくんですけど、僕らは調整役なんですよ。地元の事業者さんの調整をしたり、あとバックアップをしたりとか、だから当然人の言うことにも耳を傾けなきゃいけないし。そうなんですね、納得です。やっぱり興味があることだとか好きなことっていうのはちょっと真剣に頑張ってみてもいいのかなって思ってます。迷ってるとか
ていう人がいれば迷ってても全然結構楽しんで進路選択してほしいなって正直思いますね。楽しんで自分の進路選択もできるっていうんだったらどういうとこに行っても多分その人なりにはうまくいくんじゃないかなと思いますね。素晴らしい。今日のまとめ、旭川の観光業は他の産業と連携しながら商品サービスを作る、地域にある豊かな自然や文化資産などを生かす、自分の考えを持ちながら調整役となれる人材が必要。聞いてみると面白い。みんなも調べてみよう。アス10。今観光を、紹介させてもらいました。観光でですね、お話しいただいた林さんなんですけれど、皆さんの旭川の食べマルシェって、食べマルシェ知らない人、大体知ってると思うんですけど、食べマルシェ第1回目からですね、やって、まあ、なんか進路指導、進路は楽しくみたいなことを言ってましたけれども、食べマルシェをなんかゼロから作ってきた、旭川市役所の方なんですけれども、食べマルシェ猛烈に作って、その後、1ヶ月会社休んでですね、仕事休んで日本一周したみたいな、そのなんて言うんでしょうかね、取材後のお話もちょっと伺ったんですけれども、なんかとにかく楽しくやってる、大人が旭川にもいっぱいいるっていうのがちょっと伝わればいいなというふうに思いました。盛りだくさんな内容なんですけど、ちょっと今の観光の内容でちょっとなんか気づいたことあれば聞いてみたいんですけど、なんか感想を言いたい人いますか。じゃあ旭川の好きなところで、観光のお客さんに、観光客に教えてあげたい、なんか秘密のスポットあればなんか教えていただきたいんですけど、どなたかいますかね。景色がいい場所とか、なんか美味しいものがある場所とか、どなたか旭川の好きな場所、観光客に教えたい。動物園のどこを見てほしいですか。動物園最近行きました。行ってない行ってない。行かないでも動物園をとりあえず進めようとこうって感じですね。動物園みたいな派手じゃないんだけど、なんか素朴なところでなんかいいとこありませんかね。ケーキ屋さん、ありがとうございます。じゃあスイーツお願いします。ちなみにどこのケーキ屋さんですか。名前は覚えてないです。今度名前もチェックしてみてください。